どうもー、どうも、エサマンです。お願いします。ありがとうございますね。今ペナルティーエリア内での間接フリーキックをいただきましたけどもね。ありがとうございます。いやー、こんなん何倍あってもいいですからね。一番いいですからね。ありがたいですね。言うとりますけどもね。いきなりですけどね。はいはいはい。うちのおかんがね、好きなサッカー選手がおるらしいねんけど。ああ、そうなんや。その名前をちょっと忘れてもうたらしくてね。選手の名前忘れてもうて。どうなってんねんそれ。まあいろいろ聞くんやけどな。うん。全然わからへんねんな。あ、ほな俺がね、おかんが好きな選手の名前ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたか教えてみてよ。クロアチア代表の選手で、レアルマドリードで10番つけてる選手やーって言うねんな。あー、モドリッチやないか。その特徴はもう完全にモドリッチやがな。モドリッチな。すぐ分かったやん、こんなもん。でも分からへんのよな。何が分からへんのよ。俺もモドリッチやと思うてんけどな。いや、そうやろ。おかんが言うには、クラブが契約更新したがってないって言うねんな。あー、ほな、モドリッチと違うか。今のプレーし続けてる限り更新せえへん理由がないもんね。37にしてバリバリマドリーの主力やねんから。俺はモドリッチはこのまま行けば40まではいけるんちゃうかと睨んでんのよ。ほな、モドリッチちゃうかな。もうちょっと詳しく教えてくれる？困った時とりあえずボール預けたらなんとかしてくれるらしい。モドリッチやないか。ボール取られる思てもモドリッチに渡せばなんとかなんのよ。当たり前みたいにさらっと敵選手かわせるんやから。何事もなかったかのように一瞬で攻撃作り直すところからスタートさせよんのやから。モドリッチはそんな。でも分からへんねんて。何が分からへんのこれで。俺もモドリッチやと思ってんけどな。そうやろ。おかんが言うには、技術より身体能力で勝負するタイプらしい。ほな、モドリッチちゃやないか。技術の塊やねんから。そんなビダルみたいな武闘派でもないし、カンテほどの無限のスタミナがあるわけでもないのよ。そうやね、ラサイズも174センチ66キロで、この数字だけ見たらその辺のおっさんと大して変わらへんもんね。そうやね、そうやね。ほな、モドリッチちゃうかな。これもうちょっとなんか言えてなかった？めちゃくちゃうまいのにチームのために泥臭い仕事もできるらしい、ね。モドリッチやないか。一人で全部やってくれるんやから。そうやね。37のスター選手やとは思えんパワフルさと献身性を持ち合わせとんのやから。そうやね。えぐいテクニック持ってるスター選手がチームのために走って守備もできたらっていうもしもの世界を実現しとんのやから。そうやね、そうやね。モドリッチはそんな。わからへんねんだから。なんでわからへんのこれで。俺もモドリッチやと思ってんけどな。そうやろ？おかんが言うには、アウトサイドが苦手らしい。ほな、モドリッチちゃやないか。アウトサイドの神やねんから。そうやね。な、モドリッチがアウトサイド使うときは、神パスまたは神シュート決定なのよ。そうやね。な、インサイドとアウトサイドで実質利き足2本あるようなもんやねんから。そうやね、そうやね。まあ逆足でも意味わからん精度のボール蹴れるねんけどね。モドリッチちゃうかな。これもうちょっとなんか言うてなかったか。そんなに点取るタイプではないけど、たまに決めるゴールが全部ゴラストらしい。モドリッチやないか。ゴラストしかないのよ。そうやね。な、流れの中から生まれるいわゆる普通のゴールがないのよ。そうやね。エリア手前でモドリッチがボール持った時のワクワク感半端ないんやから。そうやね、そうやね。モドリッチは絶対分からへんねん。なんで分からへんのこれで。俺もモドリッチやと思うてんけどな。そうやて。おかんが言うには、クロースとカゼミーロって誰？そんな、モドリッチちゃやないか。3人ソロ取った7年で4回チャンピオンズリーグ取っとんねえから。そうやね。な、チームへの影響力、貢献度で言うたら、もはや BBC を超えたと言うても過言ではないんやから。そうやね。ほんで、まさかカゼミーロ出ていく思ってなかったんやから。そうやね、そうやね。モドリッチちゃうかな。これもうちょいなんか言えてなかった？年々進化し続けてて、全盛期がいつか分からへんらしい。モドリッチやないか。日々全盛期を更新し続けとんねんから。そうね。な、若い頃からすごい選手ではあったけど、30超えたロシアワールドカップのあたりからもう手つけられへんねんから。そうね。な、もう37年に未だにマドリーの中盤で決定的な仕事し続けとんねんから。そうね、そうね。モドリッチを絶対。俺も分からへんねんて。なんで分からへんのこれで。俺もモドリッチやと思うたんけどな。そうやて。おかんが言うには。おかんバルサとアーセナル応援してるらしい。ほな、モドリッチちゃやないか。モドリッチの所属クラブの宿敵やんか。そうやね。な、アーセナルサポーターがスパーズの選手好きになることはないし、バルササポーターがマドリーの選手に惚れることもないんやから。そうやね、そうやね。ほな、モドリッチちゃうかな。ほな、もうちょっとなんか言うてなかった？まさかバロンドール取るとは思わんかったらしい、ね。モドリッチやないか。メッシ・ロナウドによる化け物のバロンドール独占を終わらせたんやから。そうやね。な、メッシ・ロナウドの連覇止めたのはネイマールでもアザールでもなく、メッシ・ロナウドより年上のモドリッチやったんやから。そうやね。モドリッチに決まり。わからへんねん。わからへんことない。お前のおかんの好きな選手はモドリッチです。でもおかんが言うには、2018年ってなんかあったっけ？ほな、モドリッチちゃやないか。
モドリッチが一番輝いた1年やねんから。そうやねん。な、チャンピオンズリーグ3連覇して、ワールドカップ準優勝まで行って、11年ぶりにメッシ、ロナウド以外でバロンドールに輝いた記念すべき1年なのよ。そうやねん、そうやねん。モドリッチちゃうやないか。さっき言えよ。俺がモドリッチのアウトサイドについて語ってる時どう思っててんお前。申し訳ないねこれ。ほんまに分かれんがな、これ。どうなってんねん、もう。で、おとんぐやねんな。おとん。シュミット・ダニエルちゃうか。いや、絶対ちゃうやろ。もうええわ。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。Twitter はじめ各種 SNS のリンク、おすすめ動画のリンクを概要欄に掲載しております。そちらもぜひご覧ください。コンビ、テーマ等、ネタのリクエストもお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。